エドワード・バッチは英国の医師、細菌学者、ホメオパス、スピリチュアル作家であり、古典的な同種療法の流れを組んだ代替医療の一つであるバッチフラワーレメディを開発したことで最も知られている。ウスターシャーのモーズリーに生まれたバッチは医学をロンドンのユニバーシティカレッジ病院で学び、ケンブリッジで公衆衛生の学位を得た。1917年に彼は 水臓の悪性腫瘍の切除を受けた。余命が3ヶ月しかないと告げられたが、回復に転じた。1919年から彼は、ロンドンホメオパシー病院で働き始め、そこでザムエル・ハーネマンの著作に影響されるようになった。この時期に彼は、7つのバッジのソードとして知られる、7つの細菌のソードを開発した。これを使うのは主に、 英国のホメオパシーに限られている。これらの腸の騒動は、バッチ、英国のホメオパスであるジョン・パタソンとチャールズ・ウェドウィン・ウィーラーによって1920年代に導入された。これは、人のホメオパシー上の体質によって異なる腸内細菌フローラに基づいて用いられる。1930年に43歳でバッチは新たな治療法を探すことを決めた。 彼は春から夏にかけて新しいフラワーレメディを見つけて作った。このレメディには植物とは無関係だが彼が花のエナジーのようであるといったものも含まれる。冬になると彼は患者を無償で治療した。バッチフラワーレメディの多くは彼が1930年代にノーホークの海沿いの町クローマーに住んでいた時に考案された。バッチのフラワーレメディは医学的研究や 科学的手法によるより、むしろ直感的に導き出され、彼が知覚した植物とのサイキックなつながりに基づいていた。彼がネガティブな感情を抱いた時には、その手を様々な植物に当てて、もし感情が軽くなったのなら、その感情的問題を癒す力を植物のおかげにしたのだった。彼は花びらにある炉の雫を通る早朝の太陽光が、 その花の癒しの力を水へ移すと信じていたので、植物から炉の雫を集めては同僚のブランデーでその炉を保存して、マザーティンクチャーを作っていた。後に彼は集められる炉の量が十分でないことに気づいたため、花々を湧き水に浸して、それに日光を透かしたのだった。バッチは病原近接の立場、臓器や組織の不全、 他の基地で実証された病院も認めていたが、どうして検査しても同じ健康状態に見えるのに、病原体への暴露によってあるものは病気になり、他のものはそうならないのか疑問に思っていた。彼は病気が魂の望みと人格的な行動や態度との衝突の結果であると仮定していた。バッチによるとこのうちなる戦いは感情の不安定と気力の妨げをもたらし、 これが不調和の原因となって体の病気を引き起こしている。バッチのレメリは患者の人格の治癒に焦点を当てており、彼はそれが病気の究極的な根本原因であると信じていた。オックスフォードシャーのブライトウェルカムソにあるバッチが最後に住んでいた地、現在はラムセル家が私有している。バッチは1936年11月27日に50歳で、 バークシャーのウォリングフォードにいて眠るように亡くなった。オックスフォードシャーのブライトウェルカムソにあるバッジセンターの会館、マウントバーノンは今日、ジョン・ラムセルが1989年に立ち上げ、ラムセル家が管理する登録事前団体が所有している。ありがとうございます。